こんにちは、レンジです。ブラッドボーンの続きをやっていきます。今回はこの奥にいるルドウィークさんを倒しに行きます。前回やられちゃった。でもなんか行けそうな感じはありましたよね。このバルトールさんと一緒に行きますね。いや、もういるよ。ちょっと待ってよ。どう行こうかな。こうしてこれとこれ使ってこれ持っていこう。行くぞ、バルトール。あっ、行けちゃった。あ、行った。いきなり、まずは上げまくる。よし、いいよ、いいよ。ナイスナイス。火炎瓶は剣持ってから温存しとく。よっしゃよいしょよいしょよいしょ。うわ、倒れた。顔叩くとなんか倒れるっぽいんだよ。動いた。うわ、大丈夫か、バルトール。よいしょ。やって、暴れ馬。当たって、バルトール大丈夫か。立って回復。うわー、後ろ足。そう、後ろから行くと後ろ足でも飛ぶ。あー、ダメ。うわー、あれ痛いな。もうすぐ変身する。よいしょ。よし、行ってみましょうか。かっこいいんだよな、ここ。で、ちょっと正気になると普通の目が出てくる。聖剣ルドウィーク。You were at my side. あ、ずっとそばにいてくれたのか。はい、聖剣を携えて我が師、導きの月光よ。かっこいい。さあやるか。こっから火炎瓶に。うわっ、やり外した。バルトール気をつけろよ。じゃ、俺もこれやばいぞ。チャンス。うわ、うわ、当たってない。よいしょ。火炎瓶当たんねえ。チャンス。きれいきれい。いや、範囲めちゃくちゃ広い。うわ、お、ナイス。いや、俺投げてる場合じゃねえ。やば。いえ、そんなことない。からか。うわ、ちょ。あれ、ここにも召喚ポイントある。え、二人呼べんの。これ、あの巨人が二人いるとこです。で、今何拾った。装備拾った。マダラスの弟だ。弟、何これ拾ったの。あ、弱いね。
フル狩人シリーズ、あ、わかんねえ、どれだ、これか、これだよね、あ、意外といいかも。ふわけ、あ、これか、違うよね、これ、これ前に拾ったやつだ、やべえ、よく見なかった、あ、これだ、同盟員じゃん、あ、お揃い、え、どうしよう、ここで呼んじゃったな、巨人行く、弟行く、誰だったら行けるか、大砲がいるんだよ、一回呼べねえかな、あ、どこだ、もちろん、あ、ちょっと激しい、ほっか、一回呼べたりしない、しない、じゃあここのやつを一掃してからじゃないとダメか、まあ、いや、いらねえや、ここにショートカットがあってもいいと思うんだけどね、ないんだよ、ここまで来るのが結構大変、おおお、カラスごと死んだ、あ、なんとか、これで仲間を二人呼べるかどうかなんだよな、俺の内臓攻撃を、石ころ上限まで来たの、カラスやられたからな、またやられる、またやられる、ナイス、ここからは輸血液を、召喚ポイント、あ、ある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 、呼べる、同盟員2人目だよ、同盟の多さ、あ、ヤスリ切れたねまあボスに行ったらまた大抵いけるね、え、じゃあ俺も同盟員なんで、同盟員3人でやろうよ、これでもう負ける気がしねえ、行くぞ、来れてる、来れてるね、マダラスの弟はよく引っかかるからな、マダラス回復しといた方がいいかな、突っ込みがちだからな、いやーもったいねえな、いや、マダラス死んだら死んだで、回避はそんなに使えないかったんで補充はしてません、なり、やべ、変なこと、まだ自分で回復せよ、やべ、俺が全く活躍してない、よし、顔たたきの顔、よし、まだちゃんと回復してない、ここまで防犯っぽくなると思わなかったな、3対1か、でも防犯だよね完全に、あ、押してくるぞ、
よいしょ。なんだ今。なんか変だ。技使うな。技を。よし、危なげなくちょっと飛ばします。どうやって飛ばすの。飛ばからよいしょ。範囲広いんだよ。なんか上の方でやるのと下の方でやるのが、上の方でやるやつが怖い。あとその連続攻撃で死んだから。やば、危な、ナイス。ちょっと、そこで戦う。ちょっと、死ぬ。ほら。使えないか。行こう。やれやれ。もうご両線外した。スタミナがやっぱバルトールは誤差だけはあるよね。強い。やべ、死ぬ。あっ、なあ、チャンス。死ぬ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 。あ、一回逃げろ。火炎瓶。やべ、逃げろ逃げろ。バルトール逃げろ。バルトールでも半分減るんだ。もう火炎瓶はないよ。やばい、逃げろ逃げろ逃げろ。それやばい、それやばい。それ一番やばいやつ。バルトール大丈夫だ。すごい、さすがだよバルトール。いけいけ、押せ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 だぜ。ケイン、はあ、よくやった。あ、なんでその武器かっこいいね。あ、また虫もらった。虫と導き。虫は何だろうな。同盟員と、同盟となんか関係あるよね、多分。導き。リゲイン量を高める。あ、意外といいかもしんない。うん。まあまあ、強敵だったよね。あ、ランプつけれるね。そう、なんか落ちてるぞ。うわ、話しかける。Good Hunter。カリュウ、光の糸を見たことがあるかね。とても細く儚い。だがそれは血と獣の香りの中で、ただ私の寄せ側だった。横に倒れてるね。馬の顔みたいになってるね。真実それが何者かなど決して知りたくはなかったんだよ。もうなんか自分語りしてるね。あ、馬っぽい。あ、馬っぽい。長いね、稲鳴きが。いや、苦しそうだから殺してやるか。ブルルルンっつってるもん。これはね、これが武士の情けだ。なんかくれるじゃん。おっ、月光の聖剣。
これ。多分強いよ。神秘攻撃がついてんの？ルドウィークの聖剣。結構、うわ！構えがちょっと。あ、ちょっと遅い。ルドウィークよりちょっと遅い。あ、これは一緒ね。ガチョンやると。うわぁ、うわぁ、うわぁ、これ元。さっき持ってたやつだ。うわ、剣撃が飛ぶ。かっけぇ。あ、そういうこと。そういうことだね。水銀弾使うんだ。水銀弾消費1。なるほどね。どうしよっかな。じゃあルドウィークの聖剣がメインで、月光の聖剣をサブで持っとくか。あー、かっこいい。え、てか別にあのあれがなくたって強いよ。水銀弾を勝手に消費しちゃうからね。それが問題だよ。よし。あれ、いなくなってねえじゃん。受け継ぎ。ああ、そっから先行くのね。いや、今回ちょっと、どれくらいの尺になってるかわかんないですけど、ちょっと短いかもしれないですけど、ちょっと帰ります。もうね、ルドウィーク倒して疲れちゃった。なんか増えてないかな。増えてないだろうな。ここに月光の石売ってんのかよ。あ、なに、2本以上あるもんなの。そうなんだ。こっちは、あのさっきバルトールが使ってた武器が欲しいんだけど、ない。ルドウィークシリーズねえか。ねえか。ねえな。わかんないよ。啓蒙取引であるかも。はい。お？あ、違うか。ない。ルドウィークの月光の聖剣はちょっと強化しとかないとね。いざって時に使えないから。あー、足りない。そっか、2つちょんちょんが足りない。あ、石はめたり、まあそれはやってきます。ルドウィークの聖剣もうずっと使ってるからね。そろそろ変えてもいい頃で。体力じゃねえよな。やっぱ筋力と技術だね。どっちも3上がる？どっちも3上がるね。よし。Farewell, good may you. あと3万か。3万。まあいいや、なんか火炎瓶でも買っときます。はい、ではちょっとこれもすか。これこの段階では減らないよね。これで、飛ばすと、いける。オッケーオッケー。かっこいい。モンハンにあったエピタフプレートみたい。似てる？似てるね。レプリカなのかな？ルドウィークの聖剣って。これが本物なんでしょ？はい。ということで、この服ちょっと嫌だね。変えたいけど。まあ、とりあえずこれでいきます。はい。では、次回あの奥行きましょう。はい。では、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。
チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。